さて、それではここでですね、WBA、WBC、前チャンピオンの大橋秀幸さん、それから川島博さん、こちらは前 WBC のチャンピオンですね、お二方が、それぞれですね、ロペスを分析してくれました。それをお聞きいただきましょう。あと僕が、あとその韓国のね、強いチャンピオンに負けてますけど、その時っていうのはもう、なんていうのかな、錆びた刀っていうか、錆びたそういうギタ、負けた後っていうのはもうギタギタになって、ダメージをね、すごい深い負け方だったんだけども、ロペスの時は本当に、なんていうのかな、もうスパッと切れる日本刀でやられたような感じで、もうその後のダメージっていうのはなかったですね。あ、なるほど。もう試合の次の日ももう普通に、もう試合やった後じゃないような感じで元気だし、そのロペスのようなパンチは、その一瞬はやっぱり効きますよね。ね、サみたいなパンチでくると、まあ試合終わってからダメージ続きますけど、まあその時は結構ね、頑張れますからね。結構我慢できるっていうか、頑張れるんだけども、そのやっぱ切れ味鋭いと、頑張れないというか、まあ、もう体が言うこと聞かなくなっちゃいますからね。芸術的なパンチでしたよね。このサウスポー殺しの左アッパーですね、最初はやっぱり僕サウスポーで苦手かなっていう印象だったんですけど、まあこの辺からちょっと攻略したというか、見た目は本当大ぶりな左アッパーなんで、見てる方はなんであれが当たるのかなと思うんですよ、きっと。でも、まあ、やっぱりその前にこの、ね、うまいその見えない感じに持ってってる技術っていうのは、ステパンチのロペスのすごいところですね。倒せるんだけども、ここで行かない、行ってほしいというふうに行かない場面がよく多々あると思うんですけど、やっぱそこがロペスの良さであって、全然僕から見て全然悪いところじゃないと思うし、そこが彼の良さじゃないですか。あんたに行かないってことは、行かないで相手の力を利用して倒すってところはまたいいですか。でまあリーチ以上にこうパンチも伸びますよね。こう踏み込みがすごくいいから、踏み込んだ上にこう体の回転をつけてくる、大きく伸ばしてくるっていう、そういうところはやっぱ日本人にはまだできないところですよね。続いての試合はアメリカで行われましたカリフォルニア州インディオです。相手はタイのキティタイプリータです。このタイ人もムエタイを経験しています。試合前のコメントとしては、インファイトに活路を見出したいと、このキティチャイは言っていましたが、さあどういった試合になりますか。屋外の試合珍しいですね。そうですね。いつものようにですね、試合前からガードを上げてますね。本当ですね。これだけはもう全然変わりがありません。さあ試合が始まります。積極的にインファイトを仕掛けていきます。キチャイプリーチャー、まあ、小泉さん、これ結果的にはですね、インファイトを望んでそれで打ち破れてしまうんですよね。結局はまあ相手の力球が勝ったということになってしまうんですが、その辺先ほどのインタビューにもありました、ナタの切れ味、あるいはですね、こう日本刀の切れ味ですか、はい、そういったパンチ力というのはこの辺りはどうだったんですか。デビューの頃から比べるとどんどんついてきているんですか、あるいは一緒なんですか。まあ自信持ってですね、その踏み込んでますよね。だからですね、そのコワコワ出すんでなしにですね、そのもう自信持ってこのパンチが当たれば倒れると。でまた同じ左フックでもですね、右ストレート出してから左フック打った方が切り返しの効果がありますね。だから
体の回転回転をですね、そのパンチのフォロースルーに効かせてますから、余計その連打するときでもですね、おのおのパンチがどれ当たっても倒れるっていうパンチ打ちますね、また年相の筋力もついていましょう。さあこの試合、この第3ラウンドで試合が決着します。ロペスの連打っていうのはですね、手打ちのパシャ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 ってその相手撫でるようなパンチじゃないんですよね、はい、回転の速度はそんなに速くはないんですよ、パンパンパン、それで各々パンチが強いんですよね。3連打、見事なコンビネーション、試合が終わっています。まあドンキングプロモーターはジュニアフライ級に転向させる意向を報道しています。まあそういうステートメントを出してるんですけれども、まだまだこのクラスで続けていきます。これだけ防衛回数が伸びてきます。一体いつ転向するんだというのが話題の一つでもありました。この最後のコンビネーション、左アッパーで倒した後左フックまで打ってるんですよね、あれで倒れなければ次の左フックが効いてくるんですよね。まあこのパンチを例える形容というのはいろいろあると思いますが、間違いなく言えるのはすごいパンチだということですね。そうですね、やはりその手打ちじゃないですよね、体のしないで打ってますね。だからウェイトが乗ってるんですね。16度目の防衛に成功です。96年の11月9日この試合というのがタイソン・ホリフィールド1のアンダーカードで行われました。モーガン・ヌドモです、南アフリカ人。この防衛戦はですね、ロペスちょっと風邪をひいて体調が悪かったらしいですね。まあそのぐらいの方がハンデがあっていいかもわからないと言われたその対戦相手であります。まあしかしドンキングも本当アイドを探すの困ってたようですね、この辺りはね。そうですね、資料的にもこのヌズモというのは情報がさほどありませんでした。この戦いぶりにもかなりの余裕を感じさせます。ただ偉大なチャンピオンというのは少々ですね、そのまあ、コンディションがパーフェクトでなくてもですね、やはり強さを見せますね。そうですね、右のトリプルですよね。だからまあ相手サウスポーですから、で考えてみるとロペスの防衛戦の中サウスポーの対戦者結構多いですよね。そういえばそうですね、だんだんサウスポー慣れしてきてますよね。もう今ではサウスポーは全然苦にしないんでしょうね、おそらく。若い頃のそのロペスなんかあんな右からそのダブルトリプル打てなかったですよね。だからやっぱりベリスタインがついて、やはり技術的進歩がありますよね。南アフリカのヌドモの表情、顔面ご覧いただけましたでしょうか。かなり膨れ上がっております、この顔です。でこのラウンド6ラウンドに入るんですが、55秒で、レフェリーストップとなります。まあレフェリーもこの限り、このラウンド限りのようなね、気持ちでおそらく見ていたんだと思います。しかしラウンド最後まではいきませんでした。もうこの辺はやりたい放題になってきましたからね。ロペスっていうのはだけど攻めてる時もですね、守りを考えてるんですよね。ここで試合をストップしました。17度目の防衛に成功です。例えば右打って左のガードが下がると、だからあそこを狙えばとかですね、そういうのが比較的に見当たらないですね。あー
12月7日に行われましたカリフォルニア州のインディオです。ファンタジースイングカジノ、韓国のパク・ニュンソップ。この試合もポジション早くて1ラウンドで終わっちゃうんですけれども、そうですね、私はこのパク使ったことあるんですね。あのルイストとメディナの、95年12月の試合、それセミファイナルでですね、あのタバナス選手とその戦わせたことありましたね。確か日本のリングにも何度か来てるんですよね。そうですね、2度でしたか来てると思います。でここまでの戦績が15戦11勝4敗です。あ、もうエンジンがもう全開のようです。ただその11勝ですね、もうほとんどノックアウトしてますもんね。そうですね、 10KO ですね、はい、1つだけ KO を逃しました。相変わらずのいい動きを見せます。このステップ、レーサイントレーナーになりまして、このスタイルはもう完全に固まったようですね。そうですね、ずっと、小泉さんが指摘されてからこのスタイルを続けています。ね、以前フットワークだけだったのがですね、一応ボディーワークも使ってその頭の位置を変えると、はい、で打ち終わったらすぐその相手の射程外に出る、まあ、リードパンチがですね多様化してきましたね。だから以前はともかく左のジャブで先制だったわけです、ね、まあ、基本的な教科書的なボクシングです。今はですね、当たるパンチがあったらもうその右からでも左からでもですね、そのジャブ以外のパンチでもリードしてきますよね。この第1ラウンド2分22秒で TKO 勝ちを収めます。さあそろそろ山が来るでしょう。左2つから右を返していきました。左がスタートからこのシャープです。右のストレートから左を返します。ロペス、あのドロドロっていうのはハードっていう意味ですね。だから日本でいうワッショイワッショイみたいなもんですよ、はい、あっと最後は左背中からダウンです。今の左フックはですね、ロッキー・リンが倒されたのと同じですね。あのロングの、ああまた強いパンチですね、正確ですね。あ、もうちょっとパク動かなくなってしまいました。たまらずレフェリーがストップしています。タイトルこれで18度目の防衛に成功です。もうストップすることができなくなってきています。誰が止めるんでしょうか。まあ東京オリンピックあってですね、その長距離にも短距離にも強いスケーターっていうのも稀にいますけどね、はい、普通はですねスタミナがあって後半強いスロースターターあるいはもう前半強いマイク・タイソンみたいなタイプとこ、これロペスはですね前半でも倒せるし後半12ラウンドでも倒せるんですよね。まあ川島さんはですね、あのチャンスがあるまでいかないというようなことをね言ってました。確かにそうだと思いますけれども、逆にいつでもいけるのかもしれませんね、もしかしたらね。だからまあ相手次第なんですね。まあ、力のさえあればいつでもいける相手次第、それだけの力を秘めています。攻撃は本当に自在です。ですからあの前回級を通じてナンバーワンじゃないかという呼び声も高くなるわけですよね。まあ、体重が違う、まあ、クラスの選手ですね、それを比べるのは難しい問題あるんですけど、そういう評価もありますね。はい、
極端に接近戦っていうか嫌うんですよね、うん、確かね僕とね戦った時も接近戦になるとそういうわけでクリーンクリーンクリーンって言われてね叩くんですよ、うん、だからよっぽどその接近戦でもそういうラフな戦いなのは嫌なんだなって感じてましたけどね、うん、今まで20回の試合僕ほとんど見てますけど、まず韓国選手のようなもう打たれても打たれても前に出てきてラッシュしてくるようなそういう選手にちょっと、まあ、過去3回やってますけど、まあ、最後の3回目はすぐ勝ちましたけど、1試合目2試合目はちょっとまあ苦戦というか戦いづらそうな顔をしてやってましたね。だからロベスが苦手というか負ける時が来るのはその韓国選手のような、まあ、タフでスタミナのある選手じゃないですかね。それかロペスと同じようなその技術で話題ある、うん、まあやっぱり年齢とともにスピードは間違いなく落ちてると思うんですよ、うん、ロペスは、まあ、力強さテクニックは間違いなく向上してると思うけれどもスピードは絶対に落ちてると思うんで、そのロペスと同じようなテクニックでそのロペス以上にスピードがある選手ですね。8月の23日に行われた試合です。この時点でチャンピオンリカルド・ロペスは31歳です。アメリカニューヨークマディソンスケアガーデン、ロペスが初めてこの MSG に進出した試合でもあります。相手はこの WBO のチャンピオンアレックス・ネネ・サンチェスです。お客さんが 14,162 人集まりました。今プエルトリコの国旗が出てますけれども、この日がちょうどプエルトリカンデーといいましょうか、この、MSG にやってきた選手がですね、トリニダードメインに来てるんですよね。それからエドウィン・ロサリオも顔を見せたということで、かなりプエルトリカンの気持ちが熱くなっている MSG であります。左側にいるのがフェリックス・トリニダードシニアですね。フェリックス・トリニダードの親父さんです、はい、トレーナーしてるので左側ですね。まあ、先ほど大橋さんがですね、攻略法的なことを語ってくれましたけれども、ああいう選手は確かにそうでしょうけども、いつ出てくるのかということになりますよね。私はですねちょっと別の意見を持つんですね。あ、どういう、ファイターじゃちょっと勝てないんじゃないかと思うんですね。カウンター取るのが前です、ええ、だから身長170センチぐらいあるそのボクサータイプがですね、そのジャブついてジャブついて距離取ってですね、それでロペスが飛び込んでくるようなボクシングをさせると、おで、あえて打ち合わないでですねイライラさせると、ええ、でその代わりロペスにジャブで打ち勝つんですから、よほどいいジャブを磨かないといけないですね。それからフットワークですね、はい、WBC、WBO の世界ストロー級の王座統一戦です。スピードはね前世の時からもう年も取りましたから31歳です。落ちたんではない、落ちてるはずですというコメントもありました。その辺に関してはどうでしょうか。まあ大橋選手と戦った頃よりは落ちてるかもしれませんけれど、しかしですね他の挑戦者よりはやはりスピードありますね飛び抜けてスピードはありましたからね、やっぱりね。パンチは正確なんですね。結局やはり動体視力というのがいいんでしょうね。やはりまあ子供の頃からそのいいトレーニングを積んできたからいい基礎ができているということもありますね、はい、で性格もありますけど非常に慎重で要は怖がりですよね、ところがそれがいい面に利用してますよね。相手は WBO のチャンピオンだったんですが、試合前のオッズでは10対1でロペスと出ています。まあ、それだけの差がつくほどの実力があるという周りの評価でしょう。
まあ、ネネ・サンチェスって言うんですけどね、アレックス・ネネ・サンチェス、まあ、ニックネームネネなんですけれど、はい、まあ、一応 WBO のチャンピオンですよね。だからこれ形式的には一応統一戦なんですけど、やはりイメージとしてはですね、ロペスに挑戦するサンチェスという感じがありますね。そうですね、リカルド・ロペスはこの前の試合、19度目の防衛戦というのはタイのモンコン・チャレオンという選手とやっています。これはラスベガスのヒルトンホテルで行われました。まあ、判定だったんですよね、はい、だけどまあワンサイドですね。ただよく頑張りましたよね。そうですね、まあ、この試合判定で連続防衛記録が8でストップしてしまいました。リカルド・ロペス連続 KO 防衛、KO 防衛記録ですね、はい。そのまあ、モンコンもですね、挑戦者がなかなか決まらず、ようやく名乗り出たのがそのタイのモンコンだったという話です。ロペスの距離っていうのはですね、以前と比べてちょっと短くなってるんですよ、はい。やはりもうその相手のパンチを見切るその自信ができたためにですね、 それほど距離取らなくても良くなってるんですね。ところが相手からするとですね、髪の距離が離れてるように見えるんですよ、はいはい。それは半身でですね、ガードを高く上げてガードを前出してるからなんです。実際そのまま出しても届くぐらいの距離からですね、踏み込んで打ってくるわけです、だから打ち抜く、いわば電楽差しになるみたいな、そういう感じでパンチ入れてきますから余計効くんですよね。この辺の距離はですね、アレックス・サンチェスとするとちょっと届かないような気がするわけです、届くんですよ。ところがロペスは この距離で自在に打つわけですよね、でしかも踏み込んで、そのまた踏み込んで、しっかり踏み込んでですね、左足蹴って右足しっかり踏み込んでいきますから、ジャブでもフォローするの効いたジャブですね。あと右ダブルです。バランスを崩したところ右のストレートで追い打ち、ものすごく狙いがしっかりしています。ピンポイントです。冷静さはここでも一緒です。サンチェスの動きが止まりました。手がパンチが返ってきません。おっと左が入りました。距離があるんですが届きます。今のアッパーなんかも効きましたね、右がカウンター気味、顎をヒットします。今のアッパーから左フックも当たってりゃもう横転してましたね、はい。サンチェスも打ち込んできます。ただこのラウンドはちょっと倒しに行ってですね、ロペスちょっと荒いですけどね、特にダウンを奪った直後割とこう荒っぽくいきましたね。やはりそのチャンピオン同士の対決っていうのでですね、ロペスもですね、そのちょっと力んでる面は確かありますね。まあ、フェリックス・トリンダード・シニアって書いてありますね、はい。このファンクスマンっていうのはですね、具志堅選手と戦ったあのグスマンなんですね。セコンドについてますけど。ああ、そうですか、はい。これでダウンを奪いました。この後、まあ、冷静さは一緒だったと思うんですが、その
いつになくこう荒々しく言っています。2発続けました。右のストレート、あれはですね、いきなり右のダブル打とうと思ってないんですよね。ワンツー持っていって、あれ左フックでも返せますし、あるいは右のところ相手のポジション見てですね、一瞬のうち、いわば精密機械ですよ、そこで判断してそれで右ストレート持っていってるんですね。あの辺が普通の選手はできないところなんでしょうね。だからやはりそこが、はい、まあ素質プラス努力プラスキャリアですよね。今この31歳という年齢になりまして、そういったものがうまくこうミックスされている時期なんでしょうかね。要するに、ね、油を乗り切ったというところでしょうか。そうでしょうね。確かにスピードの面ではね、若い方がそれは早いに決まってますけれども、落ちたものがあるかもしれませんが、総合的には今一番油が乗っている時期かもしれません。だからまあピークを持続してるっていう感じがしますね。そうですね。惜しいことに相手がいないんですよね。まあ20回も防衛してしまうとですね、ほとんど倒してしまったということですね。サンチェスはですね、まっすぐストレートつけばいいんですよ。ワンツー持っていけばいいんですよ。ああいう打ち合いになった時にですね。ところがですね、やはりロペススピードあるもんだから、やはり振り回すそのタイミングになってしまうんですね。前回の防衛戦の時、ヒルトンホテルで同じリングに上がっています。四大世界戦の中にこの2人が含まれたカードがありました。サンチェスがその時が久しぶりの防衛戦でありまして、 WBO のタイトル6度目の防衛戦でありました。そして今回のこの試合を迎えているわけです。統一戦、この辺はあれですね、距離をずっと取ってますね、チャンピオン。だから相手のですね、その前測ってですね、そのよりいいカウンター決められるタイミング見てるんですよね。頭巻いて打つなっていう注意ですけどね、はい、ロペスとしたらですね、そのまあいいパンチを当てて、そしてそこで畳みかければもうこの試合終わらせられるということでですね、今相手打ち気に出てますね、はい、打ち気に出て瞬間的に間が空くんですよ、選手っていうのは、フルラウンド追い切れないんですよね。一瞬動きがちょっと止まったりですねした時に、そこがチャンスになりますね、突破口を見てるんですね。右でショートで合わせましたサンチェスが、この辺はいいところなんでしょうか。アグレッシブリ行きます。このラウンドはロペスはその相手の打ち気をフットワークで外してるんですよね、はい、このラウンドはサンチェスのラウンドだったですね、はい。まあ、これがマディソンスクエアガーデンの場内の前景なんですけれども、これがですねロペスにとりましては東海岸初めての試合、特にこのニューヨークの殿堂で行われていますが、評価はどうだったんでしょうね、このマディソンスクエアガーデンに来たという東海岸のボクシングファンの評価というのは。まあドンキュンプロモーションの試合でですね、何度かその東部の人もそのリカルド・ロペスを見て、その技術的に優れてることは知ってるんですけど、アメリカっていうのはやはり軽量級に対する見方がですね、東洋と違ってちょっと低いんですよね。ただロペスの素晴らしさっていうのはですね、そのボクシングファンならみんな知ってますよね。まあ、評価が低いというのは、そのこの軽量級にアメリカ人、肝心のアメリカ人がいないということが一番の原因なんでしょうかね。そうですね、まあ、それをどうですか打破したのはマイケル・カーバハルなんですけどね、はい、ただ絶対数が少ないですよね。そうですね、やっぱり注目もねそれだけ集まらないということになります。アメリカで小柄な人たちはやはり一番金を儲かるのはジョッキーですよね。競馬の騎手になったりしてですね、だからフライ級とかですね、そのジュニアフライ
ストローなんかでその戦うアメリカ人というのはやはり中南米からの移民の子供たちですね。確かにこれが20度目の防衛戦なんですが、ずっと見てきましたけれども、対戦相手ではほとんど東洋ということにね、大部分が、まあ、東洋、中南米ですよね、中南米、コロンビアもありました。韓国、日本もそうです。この辺のロペスはちょっと硬いですね、はい、やはり統一戦ということでですね、やはりちょっと力みがありますけどね。減点を受けましたね。ワンポイント引き倒してそこをパンチ打ちましたから。まあレフリーはアーサー・マーカンテジュニアですね、はい、有名なアーサー・マーカンテジュニアですね。ちょっと気の短い選手だったらああいうことされてなんだこの野郎って言うんでカーッとするんですけれど、ロペスの場合はそこの辺が冷静ですよね、自分の距離を取るっていうのは忘れないんですよね。あ、今もいい左アッパーですね。ボディに届きました。かなり深かったんですけれども、おーと右を振ります。今度は左、あーっとしがみついていたんですが、結局これダウンではないですね。ダウンではないんですけど効いてるんですよね。その前のパンチで座り込んでしまいました。あ、本人これダウンだと思ったんですかね。そうですね。全くその辺は一切構わずに攻撃をかけていきます。仕掛けていきます。ロペ右のストレートも強烈です。左を返しました。お尻叩かれましたロペス。ただあの連打の中にやっぱりアッパーを入れてくるっていうのがですね、外側からのパンチばっかりなしにインサイドのパンチ入れてきますね。まあしかしこれだけの長い間防衛を重ねています。タイトルを取ったのが90年10月の25日、24歳の時です。そしてこの試合が97年の8月です。まあそしてこのウエイトをですねずっと維持するということですから、もうこの番組の方最初の方でも言いましたけれども、まあ日頃の節制がこの体をずっと保ってるんでしょうね。まあロペスの性格っていうのはちょっと普通の人よりだいぶ神経質ですよね、まあ、それがですね節制につながってますから、普段のウェイト上げないですよね。ラスベガスなんかでその、まあ、チャルスの試合見に来たりして、自分は試合ないんだけれど試合の合間来て挨拶されることありますけど、はい、そんなに体膨らんでないですよね。だからそのこのウェイトを維持できるんでしょうね。小泉さんはこれ一つ上のジュニアフライに行ってもこの動きを維持することができると思いますか。私はこの動きっていうのはできると思いますね。そしてパンチは十分ジュニアフライ級でも通用しますね。あ、そうですか。このアッパーが本当によく見ます。伸びます。これだけの距離があるんですが届きます。アッパーだけではないです。右のストレートもよく伸びます。パンチは強いんですけど、あれが力とかですね力みで打ってたらですね、やっぱりロペスも疲れますよね、これ踏み込みで勢いつけてますよね。一番伸びる原因っていうのは要因というのは踏み込みがいいから。そうですね、後ろ足の蹴りがいいんですよね、はい、それであれだけ大きく踏み込んだらですね前へ伸めるかって言ったらバランスはきちんと保ってるんですね、
最初の頃はよくこの選手の重心というのはセンターに常にいつもあると言われていました。左がありました。その後パンチを繰り出しましてダウンを奪っています。レフェリーが試合を止めました。これは随分力の差があったようですね。そうですね、同じチャンピオン同士ではありますが、これで20度目の防衛に成功です。これでこの記録としてはジョー・ルイスの25度を目指すという格好になったわけですね。そうですね、で次はですね、まあ、3月7日ロセンド・アルバレス、日本にもおなじみですけれど、はい、WBA のチャンピオンとの統一戦ですよね。まあ、本当にどこまで行くのかという気がします。ずっと行ってしまうんではないか、そんな期待を起こすこの強いチャンピオンリカルド・ロペス。まあ、ボクシングというのはですね、単なる殴り合いでなしにですね、はい、そのやっぱりポジションとタイミングのサイエンスですよ。だからそのいいトレーニングしてですね、それをマスターしてるとですね、こういうリカルド・ロペスみたいに打たれずに打つっていうボクシングができるんですね。サンチェス、なすすべがありませんでした。チャンピオンになってからロペスやはり向上しましたよね。その攻めのパターンも、そのディフェンスのパターンなんかもいろいろ増えてきましたよね。それどのパンチでも倒せるようになってきてますからね。Our referee in charge, Arthur Mercandy, stops the contest. He's the winner by way of technical knockout. He is the new unified WBC and WBO 105-pound champion and still undefeated, Ricardo Lopez. 2団体のベルトを手に入れました。これちなみに WBO はどうしたんですか？もう直ちに返事をしたんですね。まあ、2つあっても意味がないと。この WBC、こちらのベルトだけ、守るということでしょう。リカルド・ロベス、これが本当に区切りの20度目の防衛であります。これがグリーンのベルトが WBC のベルトです。まあ本当に素晴らしい記録、20度防衛達成いたしました。すごいことなんで、本当に、ありがとうございます。まあ、これから彼に望むところっていうか、ぜひ期待したいというのは、やっぱり、一応世界の新記録が、世界記録が今、ジョー・ルイスの24回ですかね。まあ、それをぜひ階級を変えないで、25回ぐらい防衛していただければ、僕はすごく嬉しいです。まあ、それでまた、世に残るメインチャンピオンっていう言われるんじゃないですかね。25回いっちゃうと、もう今でも十分素晴らしいんですけど、それでまた記録を作るってことで、またより一層すごいっていう、やっぱり歯車がかかる。やっぱり初老級っていう階級はやっぱり女の子でもいないようなね、理由ですから、それをその変えずにその8年間ですか今、難しいですからね。やっぱり今そのやっぱり なんでみんな防衛で続けていかないかっていうと、やっぱり体重どんどん増えてきますよね。今階級もすごくね細かくされてるんで、それでもう2階級3階級ってみんなやっていくと思うんだけども、そこでやっぱり同じ階級でその20回防衛するっていうのは、もう現代ではね、現代では考えられないことだと思うんですよね。だからリカルド・ロペスにはぜひそのジョー・ルイスの記録を破ってもらいたいですね。まあ、僕からね持ってったタイトルですし、まだね僕はもう辞めて8年経って、まあ、僕の方はもうその体重維持できなくて、僕はもう30キロ増えちゃってるんですけども、でもまだ僕はね WBC の全チャンピオン、いつまでも僕まだ全チャンピオンに入れるように頑張ってもらいたい。そうですね、全チャンピオンなんですね、まだね。そうですね、さて今後のロペス、小泉さんはどう考えてますか？
まあ、3月7日ですね、ロスンダルバス戦いますけどね、はい、まあ、誰かロペスを任す選手が出てきてですね、ロペスの負けるところみたいですね。あ、そうですか。ここまで強いとね、しかし、誰が倒すんでしょうか。これあるいはロセンドアルバレスという可能性も十分あるわけですからね。アルバレスじゃちょっと勝てないでしょう。そ, うそこまでいっちゃいますか、果たしてどうなるんでしょうか。3月7日 WBA のチャンピオンロセンドアルバレスと対戦します。